ズッキーニとトウモロコシに追肥していきます。ここはトウモロコシを直巻きしたところなんですけども、ここそっち出てるんですけど、こっち芽出てないっていう、こういう発芽しなかったところがあるので、一穴に2粒ずつ巻いていって、2つ芽出たやつの片方をこの芽が出てないところに移植していきたいと思います。2つ出てるところを掘り起こして芽が出てないところに植えていきます。スコップで掘り起こしました。ここに根っこ出てるんですけど、この根っこを傷めないようにちょっとずつ崩しながらばらしていきます。はい、こんな感じでばらしたので、1個は戻して、1個はこっちの片穴に芽が入ってない方に植えていきます。はい、ここ2つ生えていたのをばらして、こっちとこっちに植え直しました。トウモロコシの寄せ植え終わりました。鉢上げするポットに土を入れていきます。ナス台木を鉢上げしていきます。鉢上げ完了しました。